はい、ということで今週も始まりました、ハイチのダラダラジオ。いや、今週もとか言いながら先週ね、お休みいただいてしまってすみませんでした。まあ、知ってる方もねいるかと思いますが、ちょっとうちの奥さんがですね、体調不良で救急車で運ばれてしまいまして、その土曜の夜かで、ちょっと日曜日もバタバタでね、撮ることができず、ですいません、今日は投稿できませんっていうのをね、アナウンスするのも忘れてしまいまして、失礼しました。まあ、今週からね、また通常通り撮っていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、今週のテーマはですね、あと、身近にいたいい先生ということで、まあ、ちょっと教育の話をしていきます。で、まあ、身近にいたんです。いい先生が。はい。で、誰かっていうと、うちの長男です。はい、まあ、ちょっとした親バカ回になるかもしれませんが、でもね、本当に親として感じたこと、まあ、親としてというか、一人の人として男と男としてすごい思ったことがあるんですよね。ちょっとそれをね、皆さんとちょっとシェアできたらなと思って、今回そのね、お時間をいただきます。で、何かっていうと、ちょっと事の経緯を話すと、もともとですね、私、長男、今長男8歳、小学校2年生なんですけど、幼稚園じゃない、保育園に行ってた時から、まあ、お風呂に一緒に入るじゃないですか。で、入ってた時から、よく数字のクイズをしてたんですよ。なんか計算問題、数字に強い子になってほしいっていう私の勝手な思いがあって、例えば、まあ、プラレールが当時好きだったんでね、その息子にホニャララが、じゃあプラレールを3個持ってるとか、単位とかでもね、どうでもいいんで最初はね、3個持ってて、パパが1個持ってる、全部で何個でしょうみたいな、で指で最初数えて4つとか言って、すげえじゃんみたいなことをずっとやっとって、で、まあ、それがどんどんレベル上がっていくと、繰り上がりがある問題、繰り下がりがある問題とかやって、で、小学校上がる前に掛け算のある程度、まあ、ちょっと九九とかやってなかったけど、まあ、ちょっと数字のちっちゃい掛け算ぐらいまではできる状態になってみたいな。で、それも小学校入ってからもずっとやってるんですよね。だから今割り算とかも結構遊びでやってたりするんですが、で、それをずっとやってきたので、下の子が今年中さん、5歳なんですけど、で、下の子にもね、最初やってたんですよ、自分が同じような感じで。で、今うちの長男はですね、将来の夢が2つあって、片方がYouTube で勉強を教える人なんですよね。なんか人に物を教えるのが好きな子で、で、そのある時、まあ、うち男3人でね、お風呂入るから、自分がいる時は入るんだけど、で、その俺が先にこんな細かいこといいか、まあいいや、息子2人が湯船に入ってる状態があるよね。で、俺先にその出てさ、着替えとかさせたいから、タオルとかで拭いてる状態の時があるんだけど、ある時長男くんがその次男くんに問題を出し始めたのよ。で、問題を出す時のポイントとか出し方のアドバイスとかも事前に結構してたから、そのレベル設定とかもうまくね、その次男くんに合うような設定をしながら問題を出してくれてて、つまり昔、俺がやってた役割をやってくれてたんですよね。で、そしたらなんかね、そこにゲーム要素をすごい入れてて、で、気づいたらね、算数アドベンチャーっていう遊びが出来上がってて、なんかフォートナイトとかゲームのね、あと鬼滅とかが2人とも好きだから、なんかフォートナイトになぞった話、あと鬼滅になぞった話、例えばなんかこの問題が解けたらエネルギーいくつゲットできるから、そのなんとかの呼吸何の型みたいなが打てるよみたいな、で、もう敵倒せるぜみたいな、だつまり計算の中に遊びの要素を入れてやってたんですよ。で、気づいたらさ、下の子がその洗い終わってね、湯船に入った時に、うちお兄ちゃんのニーニーって呼ぶんですけど、ニーニーって算数アドベンチャーやろって毎日言ってるんですよね。すげえなと思って、正直その自分がね、長男くんみたいな感じでその算数クイズとか計算クイズみたいなのねやってたんだけど、その乗り気にするのがちょっと難しくって、長男くんよりも、だからうまくその日のなんかモチベーションに合わせてやるときやらないときってやってたんだけど、そのゲーム要素を入れることによって、次男くんが自主的にやりたいっていう、だからその俺別にそこまでガチガチ教えてないんだけど、長男くんのおかげでというか成果で、次男くん今5歳だけど、繰り下がり多分10、13-8とかパッて言われても多分ほぼ暗算できるんですよね今。そうできて、この前びっくりして、そうだから、そのなんだろう、やっぱ教えるっていうのはさ、もちろんその子によって個別によってね、合わせていく答えなんてないからさ、このやり方が全員にぴったりマッチするようなんてことはないから、合わせていくことはもちろん分かってたんだけど、なんかその次男くんの先生としては俺よりも長男くんの方がやっぱ優秀だったのよね。それを見た時に、まあ、親としてすごく誇らしかったし、あとは
ちょっと頑張んなきゃなって思ったよね。うん、やっぱ教育者として。そうそうそう。でこれをなんでこれがシェアしたかっていうと、別にね息子の自慢がしたかったわけでも、まあそれもあったけどあるんかいつって、まあ、もちろんそれをね聞いてほしかったのもあるんですけど、まあ、今ね特にダラダラジオは保護者の方が聞いてくださってるケースが結構多くて、で最近小学生の親御さんにこうこのチャンネルねなんか見ていただけることが増えて、割とあのお言葉いただくことが増えたんですけど、その我が子に教える時に難しいじゃないですか。でつい学年が上がっていくと特にそうなんですけど、勉強も難しくなるしやることもいっぱい出てくるから、もう早くやんなさいとかしっかりやりなさいっていうとどうしても行きがちなんだけど、やっぱり勉強って楽しさっていうところはやっぱり捨てちゃいけないと思うんですよ。もちろんそれがなくても頑張れる子はいますけど、でも特に小学生のうちなんていうのはどっかで楽しさというか、まあ、達成感とかね、やってよかったっていう気持ちっていうのはすごく大事で、そうだ、なんかそういった、楽しさをその勉強の中に組み込んでいくのか、褒める一つとってもいいと思うんですよ。頑張ったことをちゃんと褒めてあげる。で褒めるっていうのはただ言葉を発すればいいんじゃなくって、伝わる言葉、褒めっていうのは伝わんなかったら意味がないから、これまあ、あの叱咤も同じですけどね、叱咤も激励も相手がちゃんとそう受け取ってくれなかったら意味がないので、なのでなんかその部分とかも改めてね、俺は長男くんに今回教えてもらったというか再確認させてもらったから、なんかそれを皆さんに伝えられたらなと思って今回ねこの時間をいただきました。それでブワッて喋っちゃいましたけど教育って面白いね、やっぱりすごい思いました今回、やっぱ改めて面白いなと思って、はい、あの次男くんの先生としてはちょっと、まあ、私負けてるので、これからねちょっと盛り返していけるように頑張っていきます。私も算数アドベンチャーやろうかなはい、ということで今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週も何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では明日から1週間がね皆さんにとって良き1週間になることを心から願っております。また来週の日曜日にお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。